はい、みなさんこんにちは。ビデオプション顧客サポート部のナンチーです。本日テイク2ということで、テイク2っていうか、この前にも動画撮ったんですよ。それはもう皆さん見ていると思うので、今回ですね、ろうそく足ではなく、皆さんから結構依頼があった平均足です。平均足についてちょっと説明を行いたいと思います。で、この平均足、実はですね、ナンシーが FX でこういろいろやってた時は、この平均足大好きでですね、すごい使ってました。で、あのテントレーダーでちょっとないんですけども、 MT4 というもの、あのぜひあのテントレーダー持っていても、あ、テントレーダーなんか飽きてきたな、全部わかるしみたいな感じになった方は、あのぜひこの MT4 っていうものをインストールしてください。そんなに難しくはないです。結構あのネットとか検索してても、あ、なんだここにあるみたいな説明があるので、ぜひそちらの方を拝見してインストールして使ってみてください。結構いろんなあのこう手法があって、結構面白いですよ、テクニカルがあって。なので一度試してみてください。ということで、本日は平均足について説明していくんですけど、ちょっと日本っぽい感じで、はい、平均足も確か日本人が作ったものだと思います、うん、あの外国人、私たちからするとかっこいいなみたいな、平均足、こま足とも言うのかな、うん、結構使えるので、ではでは見ていきましょう。という前に皆さん、ポチッとな、あ、こっちか、ポチッとなすんの忘れないでください。あのナンシーの、あ、出てない、あ、すいません、ちょっと待ってくださいよ、あ、これこれ、ポチッとな押すの忘れないでください大丈夫かよみたいな、はい。で、ナンシーはこう何回も動画を撮ってこうなんかすんのは好きじゃないんで、もうこの放送で、はい、うまいこといかなかった、それこそライブ放送とそんな変わらない感じでやってるので、あのうまくいかない時もあると思います。でも説明は、はい、しっかりやっていこうと思います。ではまずですね、以前に説明したロウソク足の基本なんですけども、皆さんこれを見てください。これが陽線と言います。で、ロウソク足は基本的にあのテントレーダーでも見れるんですけど、これが通常のロウソク足なんですね。で、陰線、あ、陽線っていうのは基本的に前の足よりもあのレートが上がっている時に陽線と言います。で、ここ違い、この陰線との違いっていうのは、返し値がここ、返し値よりかは終わり値が上がっている場合は陽線となります。はい、これが安値で、ここが高値で、これが終わり値で、これ返し値となります。でも陰線の違いっていうのは、レートがだんだん下がってきている時、返し値、ここが返し値だったとしたら、終わり値がここということで下がっていっているんですね。なので、あ、陰線がなんか続いてるなっていうことは、トレンドがダウントレンドになっている。で、陽線が続いてるなっていう時はアップトレンドになっているっていうことがわかります。これが基本的なロウソク足の、あの作りです。 OK ですか？基礎です。で、今回の、そう、ちょっと私、なくしますね。今回のこの平均足を見ると、汚いんですけども。はい。何が違うかというと、この陰線の場合を見てくださいね。陰線の場合、終わり値のところが、すべての平均値ということで、どういう意味かというと、高値、終わり値、返し値、始まり値、全部の平均を取ったのが、ここ、終わり値のところに来るんですよ。で、返し値っていうところが、一本前の高値以外の平均値っていうことなので、高値以外っていうことは、終わり値、返し値、安値、この平均を取ってるんですね。で、高値は平均されないんですよ、この陽線の場合。はい、そこちょっとポイントなんですけども、要するになかなかこれ、あのせっかく陽線なのになかなか陽線になれなくなりますよね。わかりますか、言ってること。なんし自分でもわかんないんですけども、要するにこの返し値がそんなにあの高値以外のものをこう平均取られたら、なかなか高値に行きにくくなりますよね。高いところに行きにくくなるので、結構硬いんですよね、平均足って。なかなか崩せないというか、だから騙しが少ないとも言われてるんですね。で、逆にこの陰線の場合は、返し値というのが1本前の安値以外の平均値、あ、値忘れてますね。値ということで、
高値、開始値、終わり値、上から下までですよね、の平均なんですよ。でも安値が入ってない、これも硬いですよね。なかなかせっかく陰線なのになかなか陰線にならしてくれないみたいな、ちょっと硬い感じです、平均、あの平均足が。で、一番最後の終わり値っていうのは全ての平均値だから、高値、開始値、終わり値、安値の平均値となりますね。大丈夫ですか、ここまで。これすごいポイントなんで皆さん覚えておいてください。で、基本的な騙しが少ないということで、いろいろこうチャートを見てると結構続くんですよね、一緒のローソク足が。なのでこれが崩れるっていうことはすごい取引ポイントとなります。なのでナンシーは実際に本日取引を行うと思います。それだけ説明みたいな、それだけです。急いでないみたいな、急いでます、はい急いでますけど、でも本当にもうそれだけなんですよ。だからちょっと MT4 見ていきましょう。はい、 MT4 見ていきます。 MT4、 はい、いきますよ。はい、で、これポンドドルの1分足表示してるんですけども、平均足の出し方なんですけども、 insert 挿入かなのところ行って、で確か indicators の中に行って、でカスタムのところに行くと平均足とあります。平均足ってなってる、はい、それを選択するとこのように表示が出ます、平均足の。で今ここずっと続いてますよね、ポンドドル陰線、はい、ここも陰線、ここは陽線、陰線、結構続いてるものを取引したいので、逆にポンドドルかオージードルでちょっと取引をいざとなった時したいと思います。ちょっと待って、ちょっとテントレーダー、あれテントレーダーが表示しないな、ここか。ポンドドルとオージードル、ちょっとまた画面は切り替えるんですけども、今のところこのままで、オージードル、ポンドドル、オージードルの1分取引をしようと思います。平均超えてない、もしかして。超えてる、遅かった。ちょっと待って、購入する、これも。オージードルはちょっと遅くなりましたね。やっぱり2つの画面、3つも画面出してるのであれなんですけども、あ、まだですね。そしたらオージードルは結構タイミング来るんかな。でも今勝ってます、見てください。あ、ちょうど抜けた。そしたらこれ購入します。そう、2つの画面表示できないんですよね、ちょっと。でも今ちょうどオージードルが平均足超えてますね、完全に。はい、見ますか、こんな感じです。ね、ね、ね、超えてるでしょ、これ。ここ、ここか、見えない、ここか。多分ちゃんと見てると思うんだけど、はい、オージードル超えてますよね。で、MT4 に戻れば、あ、MT4 じゃん、10 Trader。ややこしいな。はい、成功しました。ポンドドル。はい、次のオージードルはどうだ？オージードルもいい感じですかね。ちょっとやや微妙な感じですね。でも、足的にはまだ陽線となってるので、大丈夫だと思うんですけど。はい、あ、払い戻し、ではまあいいや、負けてはないので、はい、こんな感じで取引を行います。もう終わりみたいな、いや、まだ終わんないですよ。もうちょっと見ていきましょうか、せっかくなので。ちょっと待ってくださいよ、この画面の切り替えがすごい難しいんですよね。はい、ちょっと MT4 見ます。で、今ちょうどもう一つ終わったので、今度といえば、まあ、続いた方が多分取引しやすいんで、せめて3つ続いてるこのポンドドル、やっぱりポンドドルいきましょうか。でも勢いがな、結構ついてますよね、このボディ。あ、でもいい感じかも。ちょっとポンドドル、ちょっと準備しよう。うわ、下がった。はい、どうしました。
ポンドドル、いい感じです。まだ赤くはなってないんですけどね。え、でも、いや赤か、もう完全に抜けてるんで大丈夫です。あと続いてるとしたらドル円かな。ドル円も結構続いてるのでいい感じかもしれないですね。ドル円にしよう次は。うわ上がってきた。陰線になってるのに。いやさらに足すしかないでしょこれ。あでもダメ、陽線になってる。じゃあこれはもう一回なしとして。でもドル円が今ちょうど陰線になったので購入します。どんな感じって見たくなりますよね。ちょっと待ってくださいよ、すごい忙しい。はい、これです。あれ、え、嘘、私どれ見てた。あ、これこれこれ、一旦ここ下がってたんですよ、なので買いました。はい、どうしました、いい感じですね。ほら、さっきの平均足でもポンドドルはちょっと騙しに遭いましたね。このヒゲが長い時ってすごい勢いがあるってことみたいですよ。なので結構陽線続きになると思います。でもドル円は下がってきてるのでいい感じです。残り19秒。もうすごいシンプルですよ、平均足っていうの。うん、もう説明これ以上しようがないと思うんですけど、別にテントレーダーも必要ないみたいな。ブラウザートリッキーでもできるんで、次オージードルが結構来そうなんでオージードルに今度変えます。でどういう感じっていうのはこういう感じ。あでもちょっとセッティングしとこう。どんな感じかというと MT4 ではこんな感じでございます。はい、今ちょっと続いてるんですけどね。あでもちょっと待って、ここ抜けてる。これ何、ユーロドル、ユーロドル、ちょっと抜けてる、ユーロドル。あでももうすでに1本目できてるか。やーみょ、オージードルを待ちます。で、これがもうできたらナンシーは今日閉店ガラガラします。もうすでにみたいな。うん、すでに。ナンシーちょっとやばいんですよ、本当に。本当にやばいんですよ。時間が。そう。管理しきれてないみたいな。今日はバッタン球ですよ、バッタン球。でも本当に説明することないです。こんなにシンプルな手法ってあるのっていうぐらい。でも硬いし、なかなかいいと思いますよ。ナンシーはもう平均、結構 CCI ぐらい好きですね。平均足。コマ足？コマ足？なんだそれ。うん。あ、腰が痛い。ていうか明日からのその出発に向けてナンシー何も用意してなくて、実はですね、ナンシー用意するのが苦手なんですよ。その日当日にやらなくちゃ意味ないんですよ。だからナンシーが用意するのは明日の朝なんですよ。昼出発なんで。え、なんでって。それはですね、だって皆さん使うでしょ、いろいろ物とか。それをパッキングしてどうするんですか。その日まで使うでしょ、だって絶対。だから朝早く起きて用意する以外ないんですよね。でも何度かこう飛行機遅れてるんですけども、ないってどうにか。今までだったらまだ20前半の時はそれで通ったんですけど、もうそんな泣ける年でもないんでチケットもらえないだろう。だから本当に起きなくちゃ。まずい。髪の毛ごちゃごちゃ。いや本当にまずいな。明日ちゃんと起きよう。ちょっとレモネード作ろう。来ないな。コマーシちゃん。てかコマーシってなんで言うんだろう。コマーシって言ったら私あれ思い出すんですよ。チェス。ナンシー結構チェス好きなんですけど、馬が好きなんですよ。なんかそれを思い出しますね。マシュね。マシュねとか言って。そろそろ来そうじゃないですか、これ。来そう来そう来そう。来そう来そう来そう。
来るんじゃないの、来るんじゃないの。はい、来た。はい、ローしました。で、どんな感じかというと、こんな感じ。ほら、いい感じじゃない、これ。ほら。これ。でも、一応戻ってきた時用に、ちょっとナンシーは、こう、構えれるようにしときます。構える。はい。構えちゃう。構える。聞こえてるかな。なんか、小商売。いい感じです。さあがね、さあがね、さあがね、さあがね。上がるな、上がるな。ふいっと、よっしゃ、行きました、はい。どうですか、これ。いい感じじゃないですか、なかなか。他なんかタイミングあるかな。なさそうですね。MT4 見ますか、一緒に。はい、こんな感じでございます。もうタイミングが、これ結構太いし、これも太いし、だから、ちょっとないですね、なかなか。ちょっと続いてほしいし、この辺りであれば、これも。はい。ということで、本日は以上です。え、マジで?みたいな。その通り。ということで、今日はローソク足ではなくて、平均足でした。なんかちょっと怖いな。でもこれジャパニーズスタイルです。はい。ということで、以上です。ナンシーのレポートでした。ということで皆さん、ポチッとな絶対忘れないでくださいね。はい。で、次回は、もう本当に来週、はい、ナンシーが帰ってきて時差ボケでウィーってなってる時に放送いたします。ぜひ、ご期待あれ。ということで、今回、いろいろコメントあると思うんですね。結構、この平均足、知れば知るほど面白くなってくるので、ぜひ皆さん、コメントを寄せていただけたらと思います。はい。ということで、Thank you very much, everybody! では、来週、ナンシーが帰ってから、はい、皆さんお待ちしてますので、See you next time and goodbye!